ねえねえ、ねずこちゃん、炭治郎ってすごくかっこいいよね。優しくて思いやりがあるし、強いし、みんなに好かれてる。むむ。むむむ？むむむ。え？なになに？炭治郎もいいけど、善逸もすごく素敵って？むむ。むん。むむむむむ。え？善逸も優しいし、いざという時は助けてくれてすごく頼りになるって？むむ。むむむむ。むむむむ。炭治郎よりも善逸の方が素敵って、ねずこちゃん言ってるの？むむ。いやいや、そんなことないよ。炭治郎の方が素敵。みんなに好かれてるし、かっこいいし、優しいし。むむむ。むむむむ。え？善逸の方が素敵って？いやいや、炭治郎の方が素敵。むむむむむ。炭治郎。むむむ。炭治郎。むむむ。こうなったら、私と炭治郎のウェディング塗り絵と、ねずこちゃんと善逸のウェディング塗り絵で、上手に塗れた方のカップルが世界一素敵っていうことにしない？むむむむ。ではまずはじめに、私と炭治郎のカップルのウェディング塗り絵からスタート。むむむ。わあ、炭治郎のタキシード姿素敵。よーし、とってもかっこよく塗っちゃおっと。炭治郎の髪ってちょっと赤茶色っぽい感じだよね。赤茶色と黒が混ざったような感じかな。あ、黒で塗っていくよ。ここも、あ、うん、これでもかっこいいからいっか。本当であれば端っこがちょっと赤茶色い感じなんだけど、でもタキシード姿には全体的に黒い髪の方が似合うかもね。よし、こんな感じで、よいよい、塗り残しもないように。こんな感じで髪の毛は OK かな。あ、塗り残し発見。この部分もぬりぬり。うん、綺麗に塗れたね。次は眉毛も塗ってくよ。つぶしで塗れないところはまたペンで塗り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 。あー、炭治郎かっこいいな。まつげも塗ってよいしょ、まつげもきれいに塗って、まつげも塗って、
めめの色も塗っていくよ。おめめも上の方はこんな感じで、炭治郎の塗り絵って楽しいな。で、おめめの下の方はもうちょっと明るめのこんな色かな。よし、オッケー。で、あざの部分も塗ってみるよ。塗りつぶしていけるかな？お、いけたいけた。細かいところは、ペンで塗って。よし、オッケー。あとは、お顔の色を塗っていくよ。お顔の色はこんな感じでいいかな。ごめんも塗って、オッケー。部分はちょっと色変えてみようかな。あ、なんか。こんな感じで色変えようか。オッケー。で、ちょっと目のこの部分とか塗れてない部分があるので、それはペンで、よし、こんな感じで塗って、この隙間もこんな感じで塗ればいいかな。OK！ あとはお耳の飾りを、この部分は赤、ここも赤。あとは、なんかちょっと、青緑っぽい感じ。グレーっぽいような、青っぽいような色になってきます。うん。こんな感じで、塗ります。炭治郎出来上がり！かっこいい！次は、将来のお嫁さん。私をぬりぬりしていくよ。私の髪の色は黒。髪の色を黒でぬりぬり。大体を塗りつぶしで塗って、塗れてないところは後で、ペンで塗っていこうっと。よし。ペンで塗り塗りと。
無理して。うん、髪の毛きれいに濡れた。あ、よし、これで OK。 次はお目目の部分、まつげの部分も黒なのね。私、自分のこの黒いお髪気に入ってるの。そしてお目目は紫。目のこの部分はちょっと濃いめの紫。こっちの部分も濃いめの紫で。この部分は薄めの紫で塗り塗り。この下の部分はこの薄めの紫で、上の部分はもうちょっと濃いめの紫で塗るよ。このぐらいかな。うんうん、よく塗れた。あとはリボンを塗ってこう。リボンというか髪飾りだね。蝶々の髪飾りを紫じゃないな、緑で塗り塗り。ちょっと塗りムラができちゃうので、塗りムラの部分はペンで塗り塗りしていくよ。そして蝶々の端の部分はピンクで塗り塗り。あー、これもちょっと塗りムラができたよね。なんかちょっと全体的にいい感じ。なかなか可愛く塗れたかな。よし、OK。 あ、この部分ちょっと手に入れておこう。うん、これで OK。 そしてあとはお顔はこんな感じでいいかな。お、なんかお顔も線が入っちゃう。どうして？あ、塗れた塗れた。よし、あんまり塗れてないところもまたペンで塗って。
よし。次も、ペンで。こんな感じでいいかな。よし、私と炭治郎の塗り絵出来上がり。どうかな、上手にできたと思うんだけど。炭治郎のタキシード姿素敵、ウェディングドレス憧れちゃう。むむむむむむ。そうだね、次はねずこちゃんの番だね。むむむむむむむ。ねえ。
むむ。와,
ねずこちゃんの善逸くんとのカップルもすごくよく塗れたね。むむ。ねえ、動画を見てるみんなは、私と炭治郎、ねずこちゃんと善逸くんのカップル、どっちが好きかな？コメント欄に書いて教えてね。むむ。ねずこちゃん善逸くんカップルが好きな人は、善ねずってコメント欄に書いてね。むむ。炭治郎かなおカップルが好きな人は、炭かなってコメント欄に書いてね。ウェディング塗り絵可愛く塗れてるなと思った人は、グッドボタンを押してくれると嬉しいな。コメントお待ちしてるよ。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね。バイバーイ。ぬぬー。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると、アソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからも